おはようございます。6月20日土曜日朝5時10分です。ですね、今日は寒いです。こんな格好でお分かりいただけるかと思いますが、ちょっと鼻水出てますよね。11度しかありません。気温11度、ちょっと寒すぎですよね。少しこの肌寒さを感じて、上も下もウィンドブレーカーを着用しております。今日もいつものようにウミネコさんの、団地にやってまいりました。さあ、いかがでしょう。ジョギング馬が不運をかけられそうになりながら走っています。うおお、怖い、運が怖い、いっぱいいるな。お、赤ちゃんの声も聞こえますね。ピー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 。もうこの道端にね、出始めるようになってからだいぶ経ちますから。おーおー、大きくなってる。またさらに、いやー、今日もあの庭に会えました。寒そうにしてるな。これちょっと寒いですよね。じっとしてるな。11度ですよ。11度、12度も寒いと思ったけど、いや、13度か。13度も寒いと思ったけど、12度で今日風がすごいついでよく吹いてますんで、もうね、すごい寒いんですよ。本当に、こう、じっとしてるだけじゃなくて、なんかこう、丸まってるよね。今日動きの少ないヒナたちを見ていただいてるような気がします。ねえ。日が差してきて、ようやく少しは温度が上がって、気温が上がってきてるんだよね。今日は寒いよ、お母ちゃん。今日は寒いよ。あー、いたいたいた。この木の下の住人もいますね。いや、寒いわ今日は本当に。
イタドリが伸びてきて取れなくなってきました。ここのとこ大変です。木の陰に隠れて丸くなってるね。こっちは元気いいな。手前の方がね、あんまり取れなくなってきました。イタドリが邪魔です、正直言って。よし、あちらの方もご覧いただきましょうか。います、います、います。道路に出ているウミネコさんたち、ここに子供がいます。あ、僕飛べるよって、飛べるよって。カメラをね、向けるだけで引っ込んでいくね。なかなかの警戒心で偉いと思います。そうだよ、その警戒心は大事だよね。怒ってる、怒ってる、親が怒ってる。これも昨日見た光景と全く一緒ですね。違っているのはヒナの大きさ、ね。日に日にヒナが大きくなっているのを、このところ毎日撮影しておりますので、見ていただければすぐにわかると思います。ひなが、産毛がこうもう取れ始めてます。モフモフの産毛が取れて、いよいよ大人の方の羽に生え変わりつつある、そんな様子もご覧いただきました。ではじっとしてると寒いので次にたいと思います。これは相当寒いぞ今日は。いや今日はね、めっちゃくちゃ風があるのと寒いのでね、上の方まで行くのはやめておきます。というのもですね、私今日、土曜日ですが、普段は夜仕事をしているわけなんですけどね。まあお昼から夜にかけてですね、夜9時頃までが仕事なんですけどね、今日はね、朝から午前中から出勤なんですよ。早く帰らなければいけないっていうのもあってですね、家に、お、すごいな。ああ、ちゃんと撮れなかった。飛行に入るところをね、撮りたかったよね。カメラマンのようにはいきませんね。なかなか難しい。それでは明日もお会いいたしましょう。今日はベリベリーショートバージョンでした。